ポイントはここがやっぱりこのしてるんですけど、ここもなんかなんていうんですか、さっきのこと違ってグッてこう狭めてる、こう内巻き、こういうラインにしてるんですよ。でまあ、もうちょっと言うと彼女は顎が細いから、ここをすごい細くするとなんて言ったらいいですか、細細になっちゃうんで、だから逆に今度はがっちりここの間も広げてるっていう感じですね。でここの目元がこう、ここがポイントですかね、一番、はい。でメイク、そう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 です、メイクもこっち側にさっきよりもこうグッて、あ、目頭側に切ってるって、ね、そうはい、ラインで、そうですね、目頭のところにここちょっと入ってるのが分かるかなっていうのと、あと逆に外側にはあんまり入れてない、はい、ラインがさっきの子だと外側にやってたんですけど、はい、今回は内側だけにしてます。はい、はい、サイドバングから顔周りをこうふわっとかかるようにというか、はい、顔を囲むようにする。そうですね、はい、大丈夫ですか。シルエット的には、うん、さっきはひし形と三角って感じでした、はいはいはい、なんかアイラインって感じですね、はい、上から下まで割と。そうですね、なんか頭の形的にすっごい顔ちっちゃいんですけど、なんか顔ちっちゃいがゆえに鉢が張って見えやすいと思うんですよ。顔がちっちゃいからここが張って見えやすくて、で顎が細いからこういうフォルムになってるんですよ。だからそれを打ち消すのになんかハの字みたいなアイラインっていうか、はい、なんかこう限りなくアイに近いハの字みたいな、はい。結構分かりやすい感じに、あ、よかった。前髪は長めだけどあった方がいいってことですね。あ、そう、はい、はい、だからといって、まあ、彼女の場合もそうなんですけど、なんか重く作ると、うん、なんかこう余計強調されるというか、はい、なんか細く長くすることで、あの、なんて言ったんですか、細く長くすることでそのここをこうキュッてするっていうか、なんか太くあれすると横になんか毛先の質感が太いと横に広がるじゃないですか。はいはい、はい、面長の人って毛先太い方がいいんですよ、うんうんうん、あ、かわいい、はい、あ、めっちゃかわいい、かわいい、さすが、もう、うん、安定のいつでもかわいい感じ、はい、ですね、うん、何もしなくてもいい、はい、直しに入らなくていい、本当、さすがです、近づきました、さすがです、かわいい。はい、やっぱ顎、ね、顎がここシュッてしてるんで、ここがシュッてしてる人にシュッてすると強調されちゃうんですよ。なんかそしたらここはちょっとこう空間があるっていうか、広げてあげた方が、そうストレートでもなんかひょんなんかビフォアで比べると分かるんですけど、ストーンっていうストレートと、こういうストレートがあるっていう、そうなんかそのここのラインがこうどうしてるか、あ、かわいいですねっていう感じですね。多分ここのラインとあとここの幅、あとでこう、あ、ビフォーでもめっちゃわかると思うんですけど、ここが結構張って見えやすいんですよね。顔がちっちゃいせいで余計鉢が張って見えちゃうっていう
のがあるんで、ちっちゃい人の悩みがね、あるんですよ。ここら辺にこう自然に入ってて、であとはノーズシャドウがちょっとうっすら入れてあって、でこのノーズシャドウ入れることでここがこうなんか多分ビフォーアのやつと比べると結構わかると思うんですけど、なんか結構こうノーズシャドウでキュッてなるんですね。そう、はい。これわかりやすいですね、この幅が。こっちに来て、こっちはもう薄く、そうですね、あえて、はい、アイシャドウはもう内側ですね、もう内側よりのグラデーションなんですね、はい、そう、はい、ここもやっぱここが濃くて、うんうん、だんだん薄くなってるみたいな感じですね、うんうんうん、はい、はい、OK です、はい、うっすらちょっとこうやっぱりノーズシャドウが、うんうんうん、あくまで自然な範囲で、そうですね、なんかゴリゴリにしちゃうとニューハーフみたいになっちゃうね